皆さんに大切なご報告があります。この度家族に身バレしました。夫婦マットの夫婦妻です。夫婦オツです。新年からずっと動画を上げ続けていましたが、実は裏ではこんな出来事があったんです。ことの経緯を説明します。まあ年始に家族みんなで集まったりするじゃないですか、その時にね、普通に挨拶してその後おしゃべりしてたんですよ。僕とつーちゃんとつーちゃんのご両親、あとはつーちゃんのお姉さん家族が集まっていました。その時の座っている順番は、おっくんから時計回りに、おっくん、私の母、私の父、姉のお家の三女ちゃん、姉の夫さん、そして姉のお家の長男くん、姉のお家の長女ちゃん、姉のお家の次女ちゃん、そして私という順番で座っていました。はい、テーブルを囲む感じで、まあ和気あいあいと話していたんですけれども、普通の話の流れの中で突然お姉さんからこう言われたんです。そういえばチャンネル登録してるんだけどさ、本当に突然言われて、いや本当にもう僕とねつーちゃん一瞬固まりましたね。カドンタ、やっぱこれどうしよう。この流れで、いや爆弾すぎない。それに続くようにね、長女ちゃんも見てるよとか言ってくれるの。そうでね、次女ちゃんもね、あ、なんか掛け声が面白いねとか言ってくるわけ。そう、ウマ娘の、白が好きか金が好きか、いやレインボーが一番好きだっていう、この掛け声がどうやら好評だったらしくて、それ言われた時さ、恥ずかしさしかないじゃん。いやそうなんだよ。でね、お姉ちゃん家の子供たちってみんなまだね小さいんだよ。そういう子たちもあの YouTube を見る時代なのかみたいな感じでね、ちょっと現実逃避してましたね。だからね、困惑して出た言葉は、あ、チャンネル登録ありがとうございます。あ、チャンネル登録ありがとうございます、これよ。いやこれしか出んかったよ。もうなんかパニクりすぎてね。そう内心なんかどうしようかなっていう。しかも、あの追い打ちをかけるようにね、一家全員チェックしてますって言われたんですよ。一家で見られてるってやったらさすがにパニクるじゃん。そう、それでさらに私のお母さんがその後ね、何を思ったのかわかんないんだけどね、私登録してないというわけ。言わない言ってない。お母さんにはちょっと登録されたくないかな。まあ、ちなみにね、実は夫婦マント2019年にテレビの方に出演をさせていただいているんですけど、その時にね、姉にはちょこっとだけ事情は説明したのね。と言っても、あのテレビにちょっとね出ることになったので、もしよかったら見てねぐらいな感じで、さらっとテレビ出演しますよっていうことだけ言ってたから、テレビの放送自体も深夜帯だったから、お姉さん一家は寝てるし、何よりその後特に反応もなかったから、まあ、見てないかなっていうぐらいの気持ちでいたんだよね。そうまさかチャンネル登録されてると思わんくって。ありがとうございます、チャンネル登録ありがとうございます。それでね、私たちもその時すっごい動揺してたのもあって、お姉ちゃんたちにこの話動画にしていいってそう聞いたんだよ。そしたらね、もうお姉さんがね、してみたいな感じでノリノリだったよね。なんだったら長女ちゃんとかも、してとか言うんだよ。そうこの動画お姉ちゃん一家見てますか。見てますか。ネタにさせていただきました、ありがとうございます。ということで、家族にチャンネルがバレた私たちにはもう何も怖いものはないということで、1月末までにチャンネル登録者数が1200人を超えたら、生配信でホラーゲームを実況します。はい、やります。ちなみに今日1月10日なんですけど、はい、この時点で1800人ですね。あと20人、際どい感じかな。お姉ちゃん実況したら家族で見てくれますか。もう何も怖くない。というわけで、新年早々もう心臓が飛び出るかと思うぐらいの経験をしましたけれども、お姉さん家族が楽しんでくれてるみたいで良かったですね。それが一番だね。家族バレしてても頑張れよって思ってくださる方は、高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。おつまーとでした。いや、次に家族バレするとしたら、おっくんの家族だね。いや、もう堪忍して。